ってるかい。俺たちははみ出し野郎のアウトロー、自由に向かって突っ走る We are ぶっちぎりバトルハッカーズ。バトルハッカーズ。俺たちは恐れはしない、平和を取り戻したマシンロボたちは、暗黒に支配された世界に正義の光を取り戻すために、時を超え、次元を超えて、遥かなる宇宙へと旅立ったのだった。アルゴ紀元406年、地球人の武器商人デスバイアーとの接触により、飛躍的に戦闘能力を上げたグレンドス帝国は、侵略戦争を開始した。これは、暗黒帝国グレンドスに対して立ち上がったアルゴ平和軍戦士たちの不屈の精神と正義と誇りの物語である。オーケーボーイズ、前回見てない子のためにこのバリバリの状況を説明するぜ。惑星 B1 に不時着したグッドラック号のエネルギーと武器を狙って、グレンドスの突撃隊は凄まじい攻撃を仕掛けてきたわけよ。それに対してアルゴのマザーコンピューターリムはシルバーウルフ隊を差し向けてアキラたちをなんとか救出したんだけど、相変わらずピンチは続いてるってわけなんだな。これがここにいるのよ。このままじゃヤツらを調子づかせちまうぜ。隊長と副長が戻ってくるまではここを動くなと命令されてる。それに今下手に動いても危険が増すだけだ。相も変わらずお前の兄貴は優等生やな。せやけど安全策ばっかしじゃ勲章はもらえへんで。あんなヤツら我がやったるわい。チェンジバギー。やめろウルフ。任しとけよ。うわー、これでどないだ。シルバーウルフ隊バギーウルフ剣山、命のいらんやつはどっからでもかかってこい。おっ、出よったな。グレンドス軍突撃隊取り込んだ。俺がお相手しよう。へえ、カッコつけやがって。後で詫び入れたりさせへんで。うわ、
パワーだけは持っているようだな。貴様もな。撃つな。背後から攻撃したらこの俺の戦歴に傷がつく。じゃあ俺がやる。気の合いそうな男やな、あんた。敵にしとくには惜しいで。せやけど俺を撃たせんかったんは大きな間違いやで。おりゃあ、どうじゃ。おり、今度はこっちから行くぞ。地獄の恐怖を味合わせてやる。とどめを打たれることを誇りとして死んでいくんだな。何だ。バギーウルフ、しっかりしろ。だ、隊長。戻れ。命令違反は許さん。せやかて。とにかく戻ってこい。この勝負あんたに預けとくで。ほら、さよなら。自分から挑んでおきながら許せん。他のロボットたちは自分の意思を持っているが、あれは操縦するタイプみたいだな。ああ、そうみたいだな。おっと、これは説明しとかなくちゃね。このギンギンにかっこいいメカはジェットライザーとバトルライザーだ。プロトタイプのパワーライザーに改良を加えて空中専用と陸専用にブローアップしたもんなんだな。おしゃれだろ。両方ともむちゃくちゃごつい武器を積んでるんだぜ。ウルフさんのご機嫌。バカボン、私とドリルクラッシャーが戻るまでここで待機しろと命令したはずだぞ。せやかて攻撃されっぱなしっちゅうのも。申し訳ありませんでした。ウルフが飛び出していくのを止めなかった私の責任です。ジョー、ホットロッドジョーに免じて今回は許してやる。この借りは戦場で返すで。隊長、あいつら一体何なんすか？宇宙船の乗組員らしい。グレンドス軍に襲われていたのを我々が救出してきた。けったいな格好した生き物やな。ブヤブヤしよって。なんだと、自分たちの方がよっぽどおかしな格好してるくせに。お、ほう、喋れるんやなお前ら。やめろ、このロボット野郎。話せ、話しやがれ。いや、士官学校一の菜園はこの状況をどう解釈する？彼らは地球で使われていたメカニックと似ているけど全く違うものらしいわ。私に分かったのは、彼らがそれぞれ独自の意思を持った生命体らしいってことね。俺も同じことを考えていたとこさ。この世界の主役は人間じゃない。この星の住人は彼らなんだ。どうやら私たちは今まで人類が足を踏み入れたことのない世界に入り込んでしまったみたいね。ああ、あいた。隊長、ここは危険です。一旦退却しましょう。冗談じゃないぜ。グッドラック号にはまだパトリシアがいるんだ。逃げるんだったらあんたらだけで逃げな。
その代わり、あれを貸してもらうぜ。待て、これ以上我々に手間をかけさせるな。そこをどけ。あ、この部隊では俺たちの命令に従うんだ。畜生、少し頭を冷やしな。彼らとは体の出来が違う。冷静になれ、アキラ。隊長。よし、退却する。ここから北西部クリスタル地区に撤退だ。誘導は君の仕事だ、ドリル・クラッシャー。はい、わかりました。他の者はタフトレーラーに乗り込むんだ。ラブダウン。君たちも乗るんだ。ゴーにいればゴーに従えってことか。一気に行くぞ、シルバーウルフ隊、ゴー。やはりこちらに来たか。狙い撃ちにしてやれ。ヘル・ティロン。ドリル・クラッシャー、準備はいいか。私の特技の一つは破壊工作ですよ。任しといてください。グレンドスのヤスラメ、腰を抜かすぞ。このまま行くと奴らの真っただ中に入ってしまう。大丈夫、ドリル・クラッシャーがうまくやってくれるはずです。パルサーミサイル、センサーロックオン。よし、撃て。というのだ。時には逃げるってことも作戦のうちさ。シルバーウルフ隊はグレンドスの追っ手を振り切ってクリスタル地区に逃げ込んだんだ。ここは一切の戦闘が禁止された平和中立地区で、さすがのグレンドス軍も手が出せないってわけよ。ところがこっちにも手を出せずにイライラしてるやつがいるんだな。あの鉄くず野郎、人よりちょっと力が強いからって舐めやがって。えいて。何がおかしいんだ、ルーク。おい、これを使えば俺たちだってあの連中と互角に戦えるはずだぜ。しかしバイオメカニックの武器の使い方なんて士官学校じゃ習わなかったぞ。そんなもんやってみりゃなんとかなるさ。相変わらずむちゃくちゃだね。さっきの戦場でこいつの使い方は大体見といたわ。これが装甲の着脱装置だと
思うんだよね。すげえ。やはり操縦者の力を数百倍にパワーアップするパワーライザーに改良を加えたものらしいな。こいつは空中専用、そしてあれは陸専用だ。空中専用は俺がもらうぜ。あ、おお、動き出しやがった。そのハンドレバーが両方のマニピュレーターに直結してるのよ。握ってみて。うわ、なんだかわからねえけどデータが乱し始めやがった。なに、よこれ。やったぜ、メインブースター点火。どうやらこいつは俺たちの脳波から直接命令を読み取る仕掛けになってるらしいぜ。この星の科学力は地球よりもずっとレベルが上らしいな。俺の声が聞こえるか。ああ、感度良好だ。いっぺん飛んでみっか。うわっ、飛んだ。ぶつかる。気づかれちまった。ベルク、俺は先に行くぜ。アキラ、お前一人で先走るな。俺も行く。もう私を置いてかないでよ。貴様ら一体何をしたんだ。あちゃ、見つかっちゃった。ルークの旦那よ、こいつはすごいメカだぜ。ああ、十分分かってるさ。しばらくランデブーとしゃれ込もうか。地球の坊やたちもやってくれたぜ。悪ガキアキラが黙ってるわけないと思ってたんだ。だけど、アキラたちの行く先にはフレンドス突撃隊が根性を決めて待ち構えてる。まともに操縦できないジェットライザーとバトルライザーだけで戦えんのかね。ただじゃ済みそうにないな。おいおい、マシンロボの兄貴たちをビシッと決めてくれよ。そこんとこよろしく。ジェットライザーとバトルライザーの大活躍はもちろん、マッハブラスターのブラスターチェンジが登場だ。次回マシンロボぶっちぎりバトルハッカーズ熱風マッハブラスター。